開かないロックシードは嫌いだぜ。こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はシドロックシード、プレ版限定のロックシード、ブラーボグリドンセット、ナックル黒影セット、こちらの2つを買った場合にプレゼントされるロックシードです。受注受付の時はね、結構期待感高まるアイテムだったんですけれども、実際はこちら、もう届いた時にはね、シドさん退場済みっていう感じになってます。番組冒頭でガシュガシュいじってる時はすごいミステリアスな雰囲気でしたね。実際使ってみたらスイカの巨大化ぐらいだったかな、そんな感じです。音声の動画はこの後でも流しますが、先に別でもアップしておりますので、気になる方はそちらをお願いします。さあ、実際に届いてみて、開くかと思いきや開かない、開きそうな形してるんですけどもね。ただ音鳴らすだけのアイテムとなりました。デザインはかっこいいんですけどもね、まずはファーストがっかりポイント、正直音声は微妙です。3ボタン仕様なのにこの音声の寂しさ、少なさ、とってもショックです。コレクションアイテムとして使う他は、仕事中に会議室でパシャパシャやるか、喫茶店でお茶飲みながらいじくるのがおすすめかなと思います。以上、トイハッピーでした。